下関の海峡ドリームナイター日本モーターボート選手会会長杯ゴールデンウィーク特選。今節はすべてのレースに冠がついていまして、12レースは三四郎先生様のご協賛、私はインハイ、君はクラシックと題してお送りします。いよいよドリーム戦です。対戦メンバーは1号艇白井英二、2号艇寺田翔、3号艇原田敦、4号艇大峰豊、5号艇長尾翔平、6号艇は柳生泰治です。地元の強豪が揃いましたが、優勝候補筆頭はもちろん白井英二。今日前走は角から一撃でした。ドリームは白い勝負服どっかりとインに構えました。2コースに2号艇の寺田翔、3コースに3号艇原田敦、4コースが4号艇の大峰豊で角となります。5コースが5号艇の長尾翔平、6コースに6号艇の柳生泰治が構えました。海峡ドリームナイターのゴールデンウィーク特選ドリーム戦第12レースはインコースから1番、2番、3番、4番、5番、6番の並びです。スタートしました。インから1号艇の白井がまた好スタートを見せました。さあ速攻体制に持ち込む1号艇の白井英二、2号艇の寺田が刺す、続いて3号艇の原田向こう正面に入りました。1号艇の白井がここは堂々あっさり押し切った。スタートは前提正常でした。力強く回りました。1号艇の白井が抜け出して、2番手は2号艇寺田と3号艇原田がほとんど並んでいます。2番手接戦から2号艇の寺田がまずは回って、そのまま突き放してきました。2番手は2号艇の寺田翔、2艇身離れて3号艇の原田敦、目下の体型は1番、2番、3番です。2周目1マーク、先頭1号艇の白井英二、2番手で2号艇の寺田が回ります。続いて3号艇の原田敦、2番手3番手も定間広がって、体型は1番、2番、3番です。4番手以降は5号艇長尾翔平、4号艇大峰豊、6号艇の柳生泰治となっています。2周の2マークも独走で折り返します。1号艇白井、2番手が2号艇寺田、続いて3号艇の原田、上位体系1番、2番、3番と変わらず、レースは最終周回です。文句なしのいい速攻、トップスタートから逃げました。1号艇は白井英二、最後の向こう正面に独走で駆け上がります。2番手2号艇寺田翔、3号艇原田敦が3番手、1番2番2連単は2倍ちょうど、1、2、3の3連単オッズは 4.8 倍となっています。ドリーム戦第12レース、大本命の決着となりそう。先頭1号艇の白井英二が初日は堂々連勝ゴール、2番手2号艇寺田翔、3番手が3号艇の原田敦、第12レースまもなくゴールです。先頭1番がゴールイン、2番ゴールイン、3番ゴールイン、5番ゴールイン、4番ゴールイン、6番ゴールインです。